遺書。私たちは月に閉じ込められ、地球は成婚計画によって組み替えられているようです。ヨルムンガンドはそれを崩壊に勝つ唯一の方法だと思っています。キアナさんたちは漁師の海でどうしていたんですか？いろいろあって、メイ先輩、ブローニャ、四季の律者と私は月の世界の泡っぽいところで全文明のメイ博士とロボットのプロメテウスと出会ったんだ。メイ博士曰く、その世界の泡を虚数の抹消に再接続する作業を手伝えば、私たちも固有世界に戻れるんだって。そしてその計画の一部として、キアナさんは空の律者の力を使って皆さんのいる世界の泡で橋を修復した。そうですよね？うん。あれ、私たちがしたことってそっちから観測できるの？いいえ。ですが先ほど漁師の海を突き抜けた空間の力が奇跡のようにこちら側にあった異常な状態の橋を直したのです。その剣がキアナさんの手によるものなら、私たちが空間上では互いに重なり合っていて相対の状態にあるということを証明できます。つまり三次元的な感覚で言えば、私たちは月の同じエリアにいるはずです。あ、じゃあメイ博士の計画が成功する可能性は高いってことだよね。だって空間的には距離はそんなに離れてないし。油断は禁物です。世界の泡を虚数の抹消に再接続するときに本当の鍵となるのはアンカーポイント自身の安定性です。空間での距離は関係ありません。アンカーポイント？何それ？アンカーポイントとは、世界の泡と他の空間を接続するための反転起点のことです。例を挙げると、私の体内にある世界の泡のアンカーポイントは私自身にあります。キアナさんの記憶空間がキアナさん自身の律者コアに固定されるのと同じように。なのでそちら側のメイ博士も現実世界の何かを必要としているはずです。まさかそれが例の橋なのでしょうか？博士はそんな話全然してなかった。私たちが断橋を修復したのは向こう側にいるプロメテウスに連絡するためだし、残りの作業は巨樹の残骸を活性化させるための準備だよ。その後私たちは巨樹の残骸と魔性の間にあるつながりを奪って、それを利用して現実世界に戻る。その一方でこの世界の泡も生まれ変わるんだ。それが私たちが前に実現させた繰り込みの技術に基づいた計画なんだって。それはどうしたの？何かおかしなところでもあった？世界の泡自身にとってそれはそもそも不自然なことだからなのです。え？あんたは？シュレーディンガー博士からの通信です。彼女はアインシュタイン博士とテスラ博士の友人です。あ、こんにちは博士。でも博士が言ったことって一体？その方法で世界の泡に神聖を与えられるとは限らないなのです。むしろかなりの確率で世界の泡をより早く破滅させてしまうかもしれないなのです。え？アンカーポイントは反転起点であると同時に世界の泡のエネルギーの流れをコントロールし、存在が虚数側の本流に流されないようにすることができるなのです。ですが繰り込みは虚数空間自体に対しての行為なのです。例えるならそれは綱渡りに使われる綱なのです。綱渡りで羊の群れを崖の向こうに移動させられると思うなのですか？それは何か隠し事をしていないかメイ博士に聞くべきかもしれません。全文明の人にもそれぞれの立場があります。
簡単に信頼できるような協力関係を結べたと勝手に思わない方がいいでしょう。ですが別の角度から考えれば、相手が必ず敵意を持っているとは限りません。おそらく教えられない事情があるのでしょう。何はともあれ、安全のため相手に真相を聞く必要があると思います。とにかく気をつけてください。わかった、慎重に行動するよ。はい、相手に計画の経緯を聞き出せるならそれが一番なのです。もちろんこちらもネガティブな結果に備えて対応策を考えておくなのです。ライデン・メイさんに意見を求めたら、きっと彼女も私と同じように全文明のヒーローが本当の意味で悪人になるとは思えないと言うでしょう。ですがそれはみんなが深さんのように付き合いやすい方だという意味ではありません。その意味は分かりますよね。うん、メイ先輩は経験したことを少し教えてくれたよ。でもそれよりありがとう、デュランダル。もし最終的にみんなと合流できたら、きっと長い挑戦が私たちを待っているんだよね。ええ、何せあれは成婚計画ですから。気をつけてください、キアナさん。うん、あんたもね、デュランダル。メイ博士、プロメテウス、本当に何かを隠してるのかな。キアナちゃん、何があったの。大丈夫だよ、メイ先輩。外にいるデュランダルたちが私の律者信号を捕捉してくれたから、律者コアを使った特殊な通信方法で話したんだ。デュランダルさん、彼女はまだ天命本部にいるんですか。ううん、彼女とゼーレ、それからリース将は成婚計画のせいで現実世界の月に飛ばされたんだって。そして向こう側で私たちと同じ位置にいる。そこにはニューアトラという大型避難所があって、ヨルムンガンドによって強制的に選ばれた多くの成婚覚醒者がいるみたい。さっき私たちが橋を修復した時に外部の現実にも影響を与えたみたい。だからデュランダルと一時的に連絡が取れたんだ。ニューアトラ？渡りガラスからその地名を聞いたことがあるわ。けどまさか月にあるとはね。それってまさか。ええ、あの時クーちゃんたちはヨルムンガンドの手配によってニューアトラでバカンスすると彼女はそう言ってたわ。クーちゃんのことは覚えてるわよね。覚えてるよ。あの時超空誌でメイ先輩は彼女たちにパプリカカレーを作ったんだよね。私も結構食べたけど。はあ、あの頃はバカなことをたくさんしたな。本題に戻りましょう。つまりこの世界の泡を突破したら、少なくともデュランダルさんたちと合流でき、次の行動を一緒に考えられるんですよね。うん、でもデュランダルはある心配を口にしたの。メイ博士に関することなんだけど。それは、そんな彼女が不審に思うのなら、ブローニャたちはメイ博士にちゃんと聞く必要があると思います。ところで四季の律者は。彼女はまだメイ博士のところにいるんじゃないかしら。少なくともまだ彼女には今のことを教えてないわ。それなら後で面白い場面が見られるかもしれませんね。それって四季の律者がそういう疑念を知った後の反応のこと。もちろんです。彼女は誰かに騙されるのが大嫌いですから。確かにそうだね。でもなんとなく彼女はメイ博士に複雑な感情を抱いてる気がする。委員長がまだ費用を13英傑だった頃、
メイ博士はヒオウガの実質的なリーダーだった。きっと四季の律者にとっても博士は昔馴染みのはずよ。そう言われてみればメイ博士は彼女のことをよく理解してるみたいです。ですがそんなメイ博士が彼女に、そしてブローニャたちに隠し事をしてるなら、うん、多分私欲とは関係なく悲しい事情があるのかもしれないね。なんとなく彼女の答えも予想できる気がする。とにかく今は彼女に真実を聞きに行きましょう。前に進もう。わかった。その後、あの牧年人はまた重傷を負い、意識を失ったんです。バカだと思いません？そのせいで彼女自身もあのオットーというやつにヨーロッパに連れて行かれたんですよ。きっとそのオットーという人もただ者ではないのでしょうね。彼はまあまあでしたよ。ない、彼の話はやめましょう。嫌なやつです。生涯世界規模でリーダーを務めたくせに、500年も前に死んだ女のことしか考えていなかったんですから。彼はどうなったと思います？話によると、本当に自分の命を犠牲にしてもう一つの世界にいるそのお嬢さんを助けたそうですよ。なるほど。道理で終焉の律者が降臨していないのに、プロメテウスは天体に影響を与えるほどの高エネルギーを一瞬記録したのね。死んだ人は生き返らない。もし彼が本当にそれを成し遂げたのなら、考えられる唯一の可能性は天地を一変させること。ちょっと、どうして彼を褒め始めたんですか？あなたは会ったことがないから、彼がどれだけ嫌なやつなのかを分かっていないんです。その点においてはあなたを信用するわ。メイ博士、四季の律者、戻ってきたよ。へえ、やっと戻ってきたんだ。こっちは5万年間の歴史を語り尽くしたところだったよ。それはそれは、長い間お待たせしてしまってすみません。とにかく巨樹の残骸を活性化させるために必要な準備はこれで一段落したはずよ。第一歩は確かにそうだったわね。でもあなたたちは私に何か別の質問があるようね。うん、実を言うと
準備をしてる最中に外部の世界からの通信を受信したんだ。彼女たちは私の戦友で、成婚計画のせいで現実世界の月に強制的に飛ばされたの。そして偶然にも彼女たちの中に世界の泡をあんたの言う抹消に接続する実験に参加した人がいたんだ。なるほどね、博士。あなたは何らかの理由で世界の泡に関する真相を私たちに教えていない。そうでしょう。もちろん。はい。静かにふわ、理解できるでしょ。複雑な状況の中で何かを隠す行為は欺きではなく一種の整理なの。世界の根源は極めて複雑で人類が把握できるものではないけど、私たちは整理し重要な部分のみを見ることで一定程度の万物の動作を観測できる。それが物理学の趣旨よ。はいはい。つまりわざと隠し事をしたわけじゃないって言いたいんでしょ。その通りよ。あなたたちにとってその詳細はどうでもいいものだから気にしなくていいことだった。でもそんなに丁重に聞かれたのなら私も丁重に説明させてもらうわ。とにかく私たちの間に誤解は必要ないの。簡単に言うと、私が省いた事実はこうよ。みんなが虚数側とつながった時、この世界の泡が勢いに乗じてあそこに戻れる確率はそう高くないわ。たとえそれができたとしても、使えるアンカーポイントがない限り世界の泡と固有世界は強制的に融合する。私とプロメテウスはそのまま消えるでしょう。そのまま消える？あの橋の前の状態をまだ覚えてるかしら。この世界の泡が道具になった時に、あの橋の完全な状態と固有世界の崩壊状態が衝突したの。その結果はあなたたちが見た通りよ。キアナが外部の戦友と話すことができたのは、空のリツチャの力で橋の修復をしたからよね。うん。それから彼女の話によると、三次元的な感覚で言えば私たちは同じ場所にいるんだって。当然よ。ケビンが成婚計画を始動させみんなをここに封印した。その行為によりこの世界の泡は浮上して、そういった結果をもたらしたの。事実、私たちの計画の中心となるあの巨女の残骸も、成婚計画がこの世界の泡を選んだからここに現れた。あなたたちもプロメテウスに尋ねたでしょ。そういう存在がなぜ漁師の海の奥に現れたのかって。待って、それってつまり私たちが何もしなくてもこの世界の泡は最終的には外の世界と融合するってこと？その通りよ。そんな状況でもあなたたちは現実世界の月に戻れるけど、その時にはもうすでに成婚計画は成就し、あなたたちの律者コアもダメになると思うわ。ほら、あなたたちにとってこの世界の泡自身の運命はそれほど大事なことじゃない。そうでしょ。何ですかそれ。つまりあのヨルムンガンドとやらと同じようにあなたたちを道具として扱ってほしいってことですか？私たちをどう扱うかはあなたたちの自由。でも現実は言うまでもなく、相手がケビン個人でも成婚計画でも関係ない。あなたたちの今の敵は時間なの。あなたね、あなたはいつもそうですよね。他人に対してもケビンに対してもあなた自身に対しても同じように残酷です。私の仕事にとって余計な感情は害にしかならないわ。戦争の時代に生まれた一人の将軍を想像してみて。彼が適任者なら自分の兵士たちを深く愛するはずよね。それでも兵力の計算や任務を手配するとき、彼は生きた兵士たちを紙の上にある数字にしなければならない。その仕事がなければ人々は科学の力を使えない。それは人間性と現実の間に必ず存在する矛盾。
そして私たちが公平でいるためには区別せず同じ基準であらゆる人とことに対応しなければならない。それはリラックスして。あなたたちのような新世代の人たちが向き合わなければならない残酷さはことの裏側にあるの。歴史の運命を思って感傷に浸るより、あなたたちがすべきなのは未来を導くことでしょ。確かにそれは私たちの使命だよ。でも使命は人生のすべてじゃない。みんなが気にしてるのはそこだと思う。あら、それなら簡単よ。プロメテウスが準備を終わらせるまでまだ時間はあるし、誰かさんに見習って女の子だけのお茶会を開こうかしら。はい、本気ですか。プロメテウス、一号景色の起動をお願い。承知しました、博士。これは気をつけて、ライデン・メイ。これは世界の泡で感覚器官を騙してるだけ。VR ゴーグルみたいなもので、イニシエの楽園のような全面の仮想空間ではないの。なるほど。でも、急に楽園の景色を再び目にしたから、感慨深い気持ちになったわ。おぉ、メイ先輩が言ってた楽園ってこんな感じだったんだ。現実にはない美しさがあるんだね。ふん、別に大したことはないでしょ。お茶会をするならお菓子も必要ですよね。今は使える力が限られていますから、私のよく知っているものしか出せません。イギリス式の紅茶は無理です。ですがメイ博士、あなたは超能力者じゃないでしょう。どうして私と似たようなことができるんです。私とプロメテウスはこの世界の泡のパーツ。こう話せば理解できるかしら。この景色はプロメテウスが自身を使い構築したホログラフィーよ。私たちは世界の泡の一部だからこそ、あなたたちと同じ方法でここから出られないの。あら、このお茶菓子とお茶の組み合わせは悪くないわね。当然です。このウンム茶は毎日飲めるものじゃありませんよ。ブローニャは遠慮しておきます。緑茶はあまり得意ではありませんので。つまりメイ博士はこの世界の泡に関することに介入してほしくないんでしょ。もちろん、あなたたちのしたいことは何の役にも立たない。むしろそのせいであなたたちは極めて高いコストを背負い、何の収穫も得られないかもしれない。忘れないで、ケビンと成婚計画にとって時間は味方、つまりあなたたちの敵よ。巨樹の残骸を利用すれば、あなたたちは最短で現実世界に戻れるわ。もちろん博士の判断を信じるよ。でも個人として、あなたたちは私たちを放っておくという結論を受け入れられない。そうよね。何か努力できるチャンスがあるなら試してみたくなるものでしょ。博士が話した状況をどうしても受け入れられないというわけではありませんが、少なくとも気持ちを消化する必要があります。ふん、3人とも本当に分からず屋ですね。船長が沈没した戦艦を捨てられないのは世の常です。リラックスして片時の安らぎを満喫するのも悪くはないでしょう。それにキアナはこれから橋の修復よりずっと難しいものに挑む。そうでしょ。ええ、案外その面においても鋭いわね、意識のリッツ社さん。もちろんです。実力がないのに大口を叩くような人間ではありませんから。つまり一体どういうこと。まさか。あ、振り込みの成功率に関する問題？成功率？だってキアナちゃんはあのオットーの前で。なるほど、そういうことなのね。うん、あの時私は100人分の力を借りて
ようやくできるようになったんだもん。確かに今のキアナは退去剣気のコツによって律者に対する封印を回避しているだけです。夫王戦の時と比べればまだまだ万全な状態とは言えません。悪くないね。さすがは断りの律者だ。メイ博士の予定目標をクリアするなら退去剣気だけでは妥当とは言えないよ。だからキアナ、あなたの精神世界に別の人を受け入れ、成婚計画による加勢を振り切るのをサポートしてもらって。そんなこと可能なの？もちろん。退去剣気で律者の力を調整できるようになったんだから、それを突破口にして誰かのサポートを受け加勢を破ってもらえばいい。ふん、わかる？あなたたちが忙しくしていた間、こっちだって頭を動かしてたんだよ。ただメイ博士にホラを吹いていただけじゃなかったんだ。つまり成婚計画は律者自身を利用してその力を虐殺してるだけ。その段階でもう一つの律者の意識があれば精神の枷を容易に壊せるわ。そしてそれができればサポートしたもう一人の律者の力も一定程度回復するはずよ。わかった。でも誰かにサポートしてもらうって具体的にどうすればいいの？律者ならさほど難しくないわ。私も四季の律者もあなたたちをその状態に導くことができるから。私は遠慮します。私があんなことをするように彼女たちを導くなんておかしいでしょ。おかしい？ちっ、後でわかるからあまり照れすぎないように。とにかくキアナはまずメイとブローニャのどちらかを選ぶ必要があるわ。メイ先輩、その手伝ってもらってもいいかな？もちろんよ。ブローニャちゃん、しばらくここにいてもらってもいいかしら？はい、二人の健闘を祈っています。ここにしましょう。知ってると思うけど、あなたたちのようなリング上の得意点を持つ律者は自分の意識をコアに保存できるのよね。それってベルト、それとも昔の彼女みたいに？似たような話を聞いたことがあるし、私自身も別の人格と体の主導権を争った経験がある。でも意識をコアに入れるなんてまだ試したことはないんだ。大丈夫、一方的に進めたりはしないから。二人とも律者なんだから、互いの心と体が十分に開かれた状態なら相手の思想空間にたやすく入れるはず。キアナ、体と心をリラックスさせてライデン・メイという人間の全てを感じなさい。そしてメイは古の楽園に出入りした経験を生かして自分の意識をキアナの体内に入れるようにするの。でも具体的にはどうすればいいのかしら？理論上はいろんな方法があるけど、あなたたちにとって最も成功率の高い方法を選ばせてもらうわ。こう、それからこうすればいいんだよね。ええ、大して複雑じゃない。そうでしょ？でもこれは本当に少しおかしいわね。楽にして、雑念を捨てるように。あ、ごめんなさい、わかったわ。謝らなくていいから、女の子同士だもの。心を落ち着かせて入ることと受け入れることに集中すればいいわ。
こんなに時間が経ってるのに、メイ先輩はもう私の思想空間に入ったのかな。どこか違和感があるような。やっぱり何も進んでないみたい。思想空間に入る、思想空間に入る、思想空間に入る。キアナちゃんは何をしてるの？そんな風にされると余計集中しづらくなるわ。それとも反響が聞こえるのは私がすでにキアナちゃんの思想空間に入った証なの？いや、まさかね。私ったら何を考えてるの？ごめん、メイ先輩。もうブツブツ言わないから。私の考え事もキアナちゃんに知られたんでしょ。これでおあいこね。でもそう考えると私たちはもうすぐ成功するってことかな。わからないわ。でももう少し楽にしてみて。昔のように自然に。昔のようにか。本当にメイ先輩にしか口にしない言葉だよ。二人の考えが触れ合い、一つの点に溶け合った瞬間、ふと浅い眠りのような軽やかさがやってきた。どちらが先に心を動かしたのだろう。彼女たちは突如として空を飛び、暖かい風に吹かれた二つのタコになっていた。その時間は長いようで短い。そして少女たちは同時に目を開けた。セイ・フレイヤ。彼女たちにとっては家のような場所だ。まさか最初の場所がここだなんて思わなかった。彼女たちはやっぱりいないんだね。キアナちゃんは支配劇場にいた時に姫子先生に会ったのよね。うん、プレイグジェムに記録された世界の中でね。でもメイ先輩は相変わらず鋭いな。私が経験したことすぐにわかるんだね。あの時ここで別れを告げたんだ。その後私は深淵の律者になった。じゃあ今日学園に戻ったキアナちゃんはもう姫子先生の名に恥じないクラス代表になったのよね。考えもしなかったよ。クラス代表っていう言葉を背負う日が来るなんて。でもキアナちゃんにぴったり、そう思わない？それにクラス代表のキアナちゃんにずっと授業をサボってた私の補習に付き合ってほしいと思ってるの。こういう時はメイ先輩が昔教えてくれた言葉で答えるべきかな。確か率先霊行。それはともかくとして、あの思い出はこの一年の間に起きたことの中で
一番メイ先輩に聞いてもらいたい話でもあるから。じゃあクラス代表お願いね。わかった。そうだね、どこから話せばいいのかな。あの日彼女が最初にかけてくれた言葉は、久しぶりね、キアナ、だった。そうだよね、長い間会ってなかったし。でも、姫子先生とメイ先輩、それからみんなと一緒にいた日々は、昨日のことのように感じるんだ。それと、結構変わったとも言われたよ。その時こう思ったの。私が変わらなかったら、悪いことは起こらなかったのかなって。なら、私はブローニャたちの言ってた、バカキアナのままでいたかった。すごく幼稚だよね。そう思わない?メイ先輩。でも、その頃は本気でそう考えたし、現実離れした奇跡もたくさん想像したよ。今思い返せば、それは精神的に未熟な自我防衛だったのかもしれないね。人は永遠の別れを自ら語ろうとはしない。でも、私は避けられないし、語らないわけにもいかない。私は本物の空の律者。それは変えられない事実だから、心の準備はできてたんだ。でも、短時間で納得して、理性的に考えたり、受け入れたりすることはできなかった。それは、誰だって同じよ、キアナちゃん。姫子先生は、一時的に連絡ができない状態だけど、世界のどこかで私たちを待ってる。彼女はただ虚数空間で眠っているだけなんだって。私たちもそう願ってたわ。だからその時、姫子先生にも、急に現れすぎたんじゃないかって聞かれたよ。まだ心の準備ができてないんじゃないかって心配してくれたのね。うん。でも、そういうことに対して、本当の意味で準備をしてから向き合う人なんていないよね。むしろそれは、永遠に逃げてることになるんだと思う。だからその後、不甲斐ないけど、姫子先生の前で泣いちゃったんだ。めちゃくちゃ激しく。でも、それも成長に必要不可欠な部分。だよね。ええ。そうね。メイ先輩、知ってる?別れる前に、姫子先生は、したいけどもう二度とできないことをたくさん教えてくれたの。その時、私はようやく気づいたんだ。私たちの人生の中で、どうでもいいように見えるものこそ、大事な部分を占めてるんだって。もしかしたら、それこそが、人生の中で最も価値のある部分なのかもしれないわね。そうだね。姫子先生曰く、本当のセーフレイヤに戻って、黒板に字を書いて、部屋に戻って、もう一杯いただきたかった。赤のドレスを着たかった。メイ先輩の手料理と、委員長の作った麺料理が食べたかった。それと、卒業して大人になった私たちを見守りたかったって。キアナちゃん。少し切ないけど、力が湧いてくる。そうだよね。やっぱり涙より、笑顔を覚えているべきだよね。だって、人生から太陽が消えたと言って泣いてしまえば、涙で星まで見えなくなるから。それは、タゴールの詩かしら?うん。
メイ先輩が気に入ったなら戻ったら貸すね。ええ、そういえば少し前に似たようなことを言ってくれた人がいたの。過去と別れを告げるときは笑顔でってね。古の楽園、それはヨルムンガンド幹部の試練の地で、記憶と記憶体で構築された世界だった。そこには委員長やケビン、そして最初に人類のために戦った律者を含めた全文明の13人のヒーローが眠っていた。その名も火を追う13英傑。私はそこで数ヶ月の間、崩壊の秘密を探り、律者として生きる意味を探してた。旅の終わりに求めていた答えを手に入れたけど、受け入れがたい別れと向き合わなければならなかった。侵食の律者を倒すために記憶体である英傑は自ら犠牲になった。彼らは過去で私たちに人間性を残し、そして今私の人生により多くの自信をくれた。でも今の私の頭に残ってるのは、やっぱり悲しみよりも感動の方がずっと多かった。あなたが覚えてる限りこの物語は消えない。それは十三英傑の中で最もみんなに愛されてるエリシアが教えてくれた言葉よ。その物語は遺憾に満ちてるけど、だからこそ物語とそれが私にくれたものを忘れられないの。運命に押されず、時間に流されず、別れを恐れず、死から逃げず、終始一貫して自分の信じた未来に向かって突き進む。ゴールに着いた時には彼らの残した意志も、彼らが守ってきた美しさも、私たちのような後継者に受け継がれるはずだから。それが歴史のロマンというものなのかもしれないわね。十三英傑、いろんな物語を持つ人たちみたいだね。ええ、キアナちゃんが聞きたいなら彼らの物語をいくらでも教えるわ。ここまで結構長く話したと思うんだけど、変わった現象なんて特にないみたい。キアナちゃんはほっとしたみたいね。だって誰も精神の枷の正体を知らないし、もしここでわけのわからない敵と戦うことになったら周りの環境も影響されるだろうし。私のちょっとした私情だけど、聖フレイヤには私たちの記憶にある姿のまま変わらずにいてほしいんだ。この道を歩くといろんなことを思い出しちゃうな。そうね、あの頃放課後のチャイムが鳴ったら、キアナちゃんはいつも真っ先に教室から飛び出して、そしてその次に教室を出るのは大体私。訳も聞かされないままキアナちゃんによく引っ張られていたわね。はあ、だってメイ先輩の料理があまりにも美味しかったんだもん。授業中も放課後になったら早く帰ってご飯を食べようって思ってたよ。キアナちゃん、それって授業中にぼーっとしてたのは私のせいだって言いたいの？違うよ、私のお腹のせいだよ。ずっとグーグー鳴ってたからそうなっちゃったの。そういえばあの頃のブローニャは冷たく見えたし、寮にすぐ帰りたいって感じじゃなかったけど、本当はいつも前日にわざと理由をつけて私にメイ姉様の翌日の献立を聞いてたんだよ。そうだったのね。メイ先輩、あの塀の向こうにあるレストラン街のことまだ覚えてる？もちろんよ。確か私が刀の修行につまずいて練習のために部屋にこもってた時、キアナちゃんは私を連れ出してあそこのアイスクリームやお菓子を食べさせてくれたのよね。機会があったら
もう一度白桃味のプリンを食べたかったわ。メイ先輩、どうしてキャラメルプリンとクレープの話を飛ばしたの？美味しくなかった？キアナちゃんが選んだものは何でも美味しかったわよ。どうして白桃味の話を先にしたかというと、実は、あい、今はやめておきましょう。え？メイ先輩ったら、もったいぶらないでよ。キアナちゃんと違って、あれは私が初めて友達と交換しながら食べたお菓子だからよ。気がついたら訓練場に着いてたね。精神のカセがおとなしくここで待っててくれたらいいのに。残念ながら誰かさんと同じようにあまりおとなしくない生徒のようね。メイ先輩ってば。確かあの頃のキアナちゃんはいつも前に出て最強のバルキリーになるって言ってたわよね。でも授業中は居眠りばかり、テストの復習もちゃんとしない。さらにゲーム機を持っていつも満点を取るブローニャちゃんのところに遊びに行くんだもの。ストップストップ、メイ先輩、どうして急にそんなことを話し始めるの？それ以上話したらまたメイ先輩に耳をつねられちゃう。あら、恥ずかしい？メイ先輩、私はもう子供じゃないよ。もちろん今のキアナちゃんは私やブローニャちゃんがいろいろしなくてもちゃんと自分のすべきことをする、むしろ恐ろしいほど自覚してるんじゃないかしら。そこまでじゃないよ。デュランダルに比べたら私は緩いくらいだと思う。ここは？キアナちゃん、大丈夫？うん、今は大丈夫だよ。ならいいけど、さっき急にキアナちゃんが人形みたいに無反応になったの。そして一面の暗闇に消えたセイフレイヤの代わりに千葉学園が現れた。てっきり準備をする間があるのかと思ってたわ。例えば急に扉や光の輪が現れてそれに触れて次の空間に行くとか。メイ先輩ってばゲームじゃないんだから。それとも今のって実はブローニャが乗り移っていったセリフだったりする？ごめんなさい、今までイニシエの楽園で似たような経験をたくさんしてきたから発想にもそういう癖がついてたみたい。メイ先輩、どうして急にそんな真面目な話し方になってるの？まさか私たちがここにいるから？それは。いいえ、キアナちゃんの言う通りね。かつての私はここで起きたことを思い出すのが怖かった。の枷はここにはないみたいだね。ええ、私たちの他に何もないわね。あの人そっくり。違うところもあるんだよ。例えば周りの雰囲気とか。あ、メイ先輩
先輩、見て。ここのフェンス、大きな穴があるよ。景色を見るのに便利だね。でも、こんな大きい穴、どうやって作ったんだろう。あ、それは、多分、私がキアナちゃんを吹っ飛ばした時にできたものだと思う。なるほど。道理で全然覚えてなかったんだ。でも、これのおかげで、千葉学園の展望台のランクがまた上がったんじゃない？余すところなく見渡せるっていう意味で。ええ、キアナちゃんらしい考え方ね。はぁ、ここは見晴らしがいいだけじゃなくて、気持ちいい風も吹いてるね。残念ながら、当時の私たちには、この景色を楽しむほどの余裕はなかったわ。じゃあ、一気に目に焼き付けていこう。次の空間転換は、すぐには起こらないと思うから、私の考えが正しければ、そういった転換は、私の感情の波と関係があるんだと思う。感情そのものか、それとも、波の強さ次第なのかはわからないけど。構わないわ。キアナちゃんの思想空間にいる以上、成り行きに任せるのが一番いい方法なのかもしれないわね。うん。メイ先輩。ん？なんでもない。急に呼びたくなっただけだから。じゃあ、キアナちゃん？実は、あの日のことだけど、最初は、メイ先輩に伝えられなかったことが、たくさんあるって思ってたんだ。だけど、ある日、何かを伝えるという問題じゃないって、ふと気づいたの。だって私の考えなんて、メイ先輩がさせないわけないでしょ？逆の場合でも同じでしょうね。ヨルムンガンドに入ったばかりの頃は、ほぼ毎晩眠れなかったわ。眠れない理由はわかってるのに、解決できなかった。だからそれからは、その時間を考えることに使ったの。当時一番考えたのは、起こるべきじゃなかったあの戦いを避ける方法だった。例えば、二人とも落ち着いて話すべきだったんじゃないか、とか。でも、どうしても最善の答えは見つからなかったの。だって、私を引き止めたいキアナちゃんも、キアナちゃんを助けたい私も、どちらも間違っていなかったから。間違いがない以上、言葉で相手を説得するのは難しい。間違いがない以上、積極的な行動に出た私たちを止めることはできない。あれは、避けられない出来事だったのよ。そうだね。もしかしたら、それが成長なのかもしれないね。今の私たちは、当時と変わらない信念を持ってるけど、お互いを説得する必要はとっくになくなってる。その違いは、些細なものなのかもしれないけど、パプリカカレーを食べた時や、天球史にいた時に今日みたいに心を開くことができてたら、多くの紆余曲折もそんなに苦しまずに乗り越えられたんだろうね。ええ、でも逆に考えると、もしあの時の衝突がなかったら成長できなかったし、今の私たちになることもなかったんだよね。つまりキアナちゃんの結論としては、あの時喧嘩した甲斐があったってことかしら。メイ先輩、校内で暴力を振るうのはダメだよ。私たちは枕投げ大会みたいなやり方で解決するべきだと思うんだ。二人は笑った。目が合った瞬間、彼女たちははっきりと感じる。かつて二人の間にあった形のない壁、その最後の瓦礫も、笑い声と共に消えていった。メイ先輩。ん？知ってると思うけど、ヘリオスに戻ったばかりの頃の私は、
多くのことや決めたことを誰かに話さずに心の奥に隠したり一人で行動したりしてた。そのたくさんの誰かの中で一番共有したくない、する勇気がない相手はメイ先輩だった。それは私たちが離れ離れになった理由でもあった。わかってるの。私のことになるとメイ先輩の感情の波は他の人たちの時よりずっと大きくなるって。でもメイ先輩はそれを見せずに、ただ私の全てを包み込んで受け入れて、そして必要な時に導いて助けてくれた。初めて会った時からずっと美しい世界のために戦う、それは私の信念で姫子先生との約束でもある。そして私にとってメイ先輩はその美しさの中で最も特別な存在。特別だからこそ私や世界よりもメイ先輩自身のことをもっと大切にしてほしい。メイ先輩、それで今はどう思ってるの？多分人の思考と行動は多くの場面で矛盾するものなんだと思うの。だって世界は私たちに最も理想的な結果を選ばせてくれるとは限らないでしょ。だからもし私が少し先の未来で自分たちの運命を変えるような選択をもう一度突きつけられたとしたら、今の私はあの時のように何の躊躇もなく答えることなんてできないと思う。多分迷い、考え、いろいろ考慮するんでしょうね。それはきっとキアナちゃんと一緒にいることで私の中の世界の重みがどんどん成長してるから。でも結局のところ、そんな風に私が世界を好きになるきっかけをくれた人はキアナちゃん、あなたなのよ。あ、ありがとうメイ先輩。私もメイ先輩が同じくらい大事だよ。私すごく嬉しいんだ。